それでは、時刻になりましたので、始めたいと思います。今日はですね、14回ですか、臨済宗会になります。先ほど秋山議員のご挨拶いただいたんですけれども、秋山議員の秘書の方が変わられたということで、もう一度、秋山議員の秘書の松尾さんという方です。ご挨拶をお願いいたします。皆様、こんにちは。牧山広江 の、 秘書の松尾と申します。本日は第14回福島原発行動隊の院内集会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。牧山は、本日厚生労働委員会の、仕事をございまして福祉の施設の方に行っております。そのため皆様の前で事前のご挨拶になってしまったことをお許しください。本日どうぞよろしくお願いします。今日も司会をさせていただきます伊藤と言います。よろしくお願いします。井森です。今日もよろしくお願いいたします。それでは、まず最初にですね、山田理事長の方から自分の挨拶と、ちょっとお願いというか、お願いします。皆さんこんにちは、山田でございます。いろんな議論、大事なことは後から議論させてもらいますが、かなり事務的なことでいくつかお願いあります。一つは、この集会は参議院議員の議員会館の中でやっておりますので、金銭をの授受を伴う行為は一切禁止ということです。これ、ちょっと私ども注意を皆さんにしなかったために多少、そんなことがあったということで問題です。それから、コロナ禍に参加してくださる方はさまざまな意見を持っていらっしゃる方が多いと思うんですが、内容的にここでチラシとかパンフレットを配ることについて、いろいろ異論があったりするというようなことでございますので、今後、この集会で、書類等を配布したいという方は1週間前までに、事務局にその旨、ご連絡いただきたいと思います。で、毎週金曜日の午前11時から1時間ないし1時間半ぐらい、事務局で連絡会議をやっています。で、そこで、審議をして問題がないかどうか、つまり原発行動隊、福島原発行動隊の趣旨に反するようなことではないということを確認して、それから取り配っていただくということにしたいと思います。議論に参加したい方は、自由でございますので、午前11時、金曜日の午前11時からの会議にご参加いただきたいと思います。これが2つ目です。3つ目は、福島原発行動隊、これでもう10ヶ月というふうになってきたわけですが、それなりに名前が出た、売れたということもあって、福島原発行動隊員であるということの名前を使って、いろんな活動されるという方が、ちらほら出てきています。行動隊員であるということを隠す必要はございませんが、行動隊と無関係な行為を行動隊員としてされると、ちょっと誤解を招くということがあると思います。何やらや行為ぐらい、例えば極端な話、福島原発行動隊員、何のタレベが、リンゴを売ってますという話をしたら、ちょっと話が違うじゃないかということになるわけで、主張とかその他もありますので、行動隊員であるということを肩書きとして仕事を、何らかのことをされる場合には、それなりに、事務局とご相談いただくということをしていただきたいと思います。この辺、特に政治的な問題になったりすることもございますので、ご注意いただきたいと思います。
それでは今日のですね、議事の進行ですけれども、こちらの画面に投影している順序で行いたいと思います。まず最初に原発ウォッチャーからの報告、2番目が行政法令とウォッチャーからの報告で、3番目が今後の活動方針、提案で討論で、5番目が今回また代表からの